Welcome back. Previously in chapter 12. 将軍との謁見に成功した龍馬と沖田を待っていたのは燃え上がる京の町だった。すべては手遅れだったのか。灼熱の京を龍馬は走る。そこで目にしたのは志半ばにして倒れた近藤の姿。そしてもう一人の坂本龍馬の命を受けて龍馬の前に立ちふさがる岡田伊蔵の姿だった。夜は明け、伊藤貸太郎一派と近藤派との対立は決定的なものとなる。そして新選組の敵御両絵師となった伊藤一派、その中には藤堂平助の姿があった。 Yeah, it's all coming to a head now, isn't it? So, what we got? Chapter 13, The Assassination of Sakamoto Ryoma. Something tells me it's not Hajime, if you know what I mean.さて、これからどないするんや、トシちゃん。大使のほとんどは伊藤についていった。こうなったらもう新選組としてできることがない。しかしまさかあの平助までが俺らを裏切るとはな。土方、一つ聞きたいことがある。なんだ。近藤さんがあんたに残した策ってのは、裏切り者をあぶり出したあの幹部会のことだったのか。そうだが。なんや、はじめちゃん、なんか気になるんか。いや、伊藤はもともと野心を隠そうともしていなかった男だ。近藤さんなら伊藤の裏切りくらいとっくに見抜いていたんじゃねえかと思う。まあそれはそうやが、近藤さんの最後の策ってのはまだ他にあるんじゃないのか。どないやねん、トシちゃん。敵を欺くには身内からと思っていたが致し方ない。入れ。ちょっと早くないですか、土方さん。もうちょっと引っ張ってくれてもよかったのに。平助、斎藤、いや坂本君の読み通りだ。近藤さんも最後の策、それは伊藤を使いもう一人の坂本龍馬をあぶり出すことにや。もう一人の坂本龍馬を、どういうことだ。Ah, you devious, devious scoundrel. 土方、教えてくれ。近藤さんの策を。伊藤貸太郎が新選組を乗っ取ろうとしていたことなど、奴が入隊してきた時から分かっていた。近藤さんはそんな伊藤をわざと泳がせ、あの男がどの連中と手を組むのか見張り続けていたんだ。新選組の本当の敵を見極めるためにな。それじゃ、はなから伊藤は近藤局長にそのための道具として利用されていたというわけか。そういうことになるな。で、その見張り役が平助やったと。平助は司令官出身だが、かつて伊藤に軍学を習っていた縁もある。それで半年以上前から近藤さんは平助を伊藤に近づかせ、動向を探らせていたらしい。らしいって、あんたも知らなかったちゅうわけか。
ああ、しかし近藤さんって人にはつくづく驚かされる。何をどこまで考えていたのか。ごめんなさいね、皆さん、秘密にしてるつもりじゃなかったんだけど、言い出すきっかけもなかなかなくて。それじゃ東堂は伊藤が誰とつながっているのかを探るため、伊藤を守るような行動を取ったと。ええ、あそこで皆さんに伊藤さんが殺されたんじゃ意味なくなっちゃいますからね。いや、大変でしたよ。銃撃つのなんて久々だったから。それで伊藤につながっとるっちゅんはどこの誰やったんや。それが土佐の坂本龍馬って人らしいっす。坂本龍馬。はあ、またその名前かい。ああ、でもでも、もっと大きな情報も掴んだんですよ。何？近々坂本龍馬は長州と薩摩の代表と大きな会合を持つらしいっす。伊藤さんがその調整役を仰せつかったって。長州と薩摩の代表、桂小五郎に西郷吉之助か。なんだか大政奉還でしたっけ、それが成立しちゃったとかで、幕府を倒したいと思っていた坂本龍馬はかなり焦ってるみたいですよ。なるほどな。朝廷と新政府を作ろうとしている薩長のケツを叩き、なんとか幕府との戦争を起こさせたいということだな。日本中を巻き込んだ一大戦争を仕掛けるつもりか。でも伊藤さんの話じゃそれは表向きの理由ってやつらしくて、坂本龍馬の本当の狙いは別のところにあると。なんや、桂と西郷を暗殺するとかか。いや、そうじゃない。きっとあいつの狙いは薩長と幕府を戦わせ、互いに疲弊したところを勤王党の力を使って一気に叩く腹なんだろう。漁夫の利ちゅうやつか。しかし薩摩と長州もバカじゃない。そんな相談に応じるだろうか。そうなんすよね。だから伊藤さんも必死になって薩摩と長州を説得する方法を考えてましたよ。それに三者がお忍びで会える場所の用意もしなきゃならないって。お平助、それでその坂本龍馬は今どこにおんねん。さあ、伊藤さんもそれだけは誰にも教えてくれないんです。例の薩長との会合が実現すればさすがに姿を現すと思うんですけど。そうか、だったら俺たちでその会合を実現させてやるんだ。え？それで会合の場にもう一人の坂本龍馬が現れるのを待つ。薩長との会合を餌にしておびき出すんやね。ああ、やつはおやさんを殺し、その資格を受け負った芹沢鴨王も殺した。今度はこっちから仕掛ける番だ。だがどうやって三者会談を実現する。薩摩と長州が乗らない限り会合は開かれない。俺がやる。君が？どうやって？西郷と桂には面識がある。直接行って頼むしかない。はじめちゃんが？直接頼むやと。いや、それは難しいと思いますよ。どういうことだ？
今伊藤さんの御両英治たちが町中に溢れています。斉藤さんじゃ顔が悪すぎている。この状況で西郷や桂に会ったりすればこっちが罠仕掛けようとしているのが伊藤さんにバレちまいます。それ言うたらこの場にいる全員無理っちゅうことかいね。平助以外はな。だが大政奉還後西郷桂はそう簡単に会える人間じゃなくなっている。今じゃ帝から直接お言葉を賜るって身分だ。仮に平助が言ったところで彼らには取り継いでもらえんだろう。くそ、だが今動かねえとあいつをもう一人の坂本龍馬を止めることはできねえんだ。どうにか御両英治の目を盗んで西郷と桂を計画に引き込めれば。だが一体どうすりゃいいんだ。そいつは俺らに任せてくれ。 Where have you been? 中岡、さっき土佐から戻ってきたんだが話を聞かせてもらった。役者は全員揃っているようだな。What's going on here then? おとせにお龍馬でどういうことなんだ。It's good to see him back though, isn't it? Oh. That's the start of the game. ここは数日前完成したばっかりの新築の宿やどす。名は大宮。大宮？誰かさんたちのせいで寺田屋があないなことになってしまいましたやろ。一度騒動の起こった店にお客さんは寄りつきません。せやからこうして新しい宿を作っとったわけどす。それで俺たちをここに連れ出してきてどうする気だ。大宮はまだ営業もしてへん無名の宿。土佐と薩摩長州の方がお会いするには絶好の場所と思いましてな。ん？ここで三者会談を。おかみ、あなたは自分の言っていることの意味が分かっているのか。会合といってもただの会合ではない。我々の目的は襲撃なのだ。そないなことはもちろん分かってます。この大宮、煮るなり焼くなり好きにしてください。なんやて？暴れて傷つけてもええっちゅんか？お好きに。中途半端に傷もにするくらいやったらいっそ火でもつけて燃やしてもらった方がええくらいや。取り壊す手間が省けて立て直しが安上がりますさかい。何を考えてるんだ、おとせ。はじめは、いや、坂本様。このおとせ、資材のすべてを失っても構いません。せやから、この京の町をお救いください。おとせ。三風が京にやってきてから一年。京の町は血で汚れ、切り捨てられた人の肉を食らわんとする、カラスの鳴き声が止まないありさま。うちはそんな今日を見てられへんのどす。坂本様やない、そのもう一人の坂本龍馬がおらんようになればそれも全て終わりになるんでしゃろ。せやったら宿の一つや二つ惜しはありまへん。どうかこの今日のため、今日に生きる人間のため決着をつけてください。
顔を上げてくれ、落とせ。あんたのその願い、俺が引き受けた。この大宮で全てを終わらせる。全てを。坂本様。お涼。うちもおかみさんと同じ思いです。せやさかい、うちにできることなら何でも言うてください。それが、はじめさんにできる、せめてもの罪滅ぼしですから。わかった。ならまず、その顔を上げて、笑顔を見せてくれ。俺にとってはそれが、一番かけがえのないものだ。Aww, he's a sweetheart. All right, so now I guess we just need to convince them to actually all have a meeting in this building. よし、それじゃあ舞台は用意できた。あとは西郷と桂をどう誘い出すかだが、西郷は俺が引き受ける。あんたか。今の西郷が一面識もない人間に会うとは思えんが。けど俺は五両英治とやらに面が割れてねえから、あんたらと違って目立たずに動ける。それに西郷には挨拶代わりのとっておきのネタを土佐で手に入れてきた。とっておきのネタ。ああ、もう一人の坂本龍馬を名乗る偽物の顔さ。Oh, that's nice. That's like the actual picture of Sakamoto Ryoma. なんやこれ。フォトグラフってやつだな。どうだ、龍馬。この顔、懐かしいだろ。ああ、竹地半平太だ。誰やそれ。俺の兄弟分で、土佐勤王党の名手。土佐で切腹したと言われていたが、やはりな。その人です。ん？その人が私が知ってる坂本龍馬さんです。なんやて。せや、この人やった。はじめちゃん、お前この竹地が坂本龍馬名乗っとること知っとったんか。岡田伊蔵からそう聞いてはいた。だがこれが動かぬ証拠ってやつらしい。俺はこのフォトグラフを見せて西郷に会見を申し込むつもりだ。西郷はもうおそらく坂本龍馬の正体は知っているだろうが、薩長の関係者でも竹地が坂本龍馬を名乗っていると知る人間は少ねえはずだからな。これで西郷が話を聞きたくなる程度には興味を引けると思うんだが。ああ、悪くない。だが長州の方はどうする。桂は西郷と違ってどこに現れるかわからん。会う手段がない。一つだけある。イクマスという女に近づけば桂に近づけるはずだ。桂が秘密裏にやってる松の井という店の女将だ。以前その女を通じて桂と会ったことがある。それじゃあ桂の方は俺が行きますよ。平助、俺ならある程度自由に街で動けますから。今のフォトグラフでしたっけ。その話もしちゃっていいですよね。せやけどお前には伊藤にこの大宮を進める仕事もあるやろ。せや、それにお前が桂に会いに行く理由を伊藤らにどない説明する気や。さあ、飲みに行くふりしてしれーっと行ってきますよ。東堂、お前は今
危ねえ橋を渡ってる。くれぐれも伊藤たちに気づかれないように用心しろよ。分かってますって。よし、では我々は日の落ちる前に屯所に戻る。伊藤たちの目を俺たちに引きつけるんだ。そうすれば中岡も平助も動きやすくなる。It really is interesting how they're using actual history in so many different interesting ways. Because like I said, like when I saw that picture, I instantly knew what that picture was because of the stance and everything. It's like I've been looking into like the real Sakamoto Ryoma. And it was just instantly like, oh, that picture, that's kind of cool. I like that. But for now, I can only pray that Nakaoka and Toto get things done on their end. I should probably do what I can till then. Maybe I'll stop by the house. Taking rest on your comfy futon here will help you pass the time, even though it might feel like it's only been a few seconds. I want to see what's out there, though. Like, after everything that happened. Hello. With the fire and everything. Might be worth a gander. Something on the ground. Gossip from a seafaring warrior. Okay. Good? Question mark? But yeah, I like the little sprinkles of the actual history. Again, I just decided I'd go look. See the actual history of this time. And it's just intriguing. Intriguing. I'd recommend you look it up. Just look up the real Sakamoto Ryoma. So the difference to the city is just a few places a bit scorched. Like you can see in the umbrellas here. It's like, oh dear, yeah. Let's check in at the singing bar though. Kind of like how life is just carried on though. Oh dear. Oh dear. We'll see if anyone's there and they can do some karaoke at this point. No, done you. That's it. Just those three, okay. But maybe we could get another one in somewhere. We do have some new allies here and there. Would have been nice. Okay. I think we just head off then. Although there's an exclamation there. Nah, I think we're at the point where it's like, we're in the end game kind of feeling. I think it's time we just get on with the story. I've got about 50% of the sub-stories done from the looks of it. So, Toriyama's villa, apparently. Hey, boss. Back to the house? Leave. Sure thing. All right, hop on in. Alright, so what we're looking at here. Doggy! I mean, it said go to the house, but better check on Haruka back home while I've still got time. Okay. Haruka! Never did get this sorted, did I? Where is she? Alright, I could use a bath. Get in. Be nice to relax for a minute. It would. Where is Haruka, though? Ah, we could all do with a good, nice rest like this, really, couldn't we? The water's just right. Never felt cleaner or more relaxed and at peace. Okay, so where is she? We got kitties around. Let's have a little rest. Ready to lie down, go to sleep. Maybe she'll turn back up? Nope. Huh. Oh, there you are. I was getting worried, like, had she been kidnapped or something? I mean, are we done? Like, better check on Haruka back home when I've still got time. Well, we're done then? Let's leave? Felt like something was going to happen story-wise, but no. I should head back to Terra Diet. That was it. Just go there, have a look. Okay. It was probably more a
this is a point of no return warning to me. It's fine though. はじめさん、中岡さん、戻ってきてます。2階へ行ってあげて。Okay, thank you very much. Now, based on the actual history, though, I've got some suspicions where the story is going to go. I feel like this guy right here, the real Sakamoto Ryoma, is going to change his name again. Let's put it like that. That's what I'm feeling. Okay, there he is.戻ったか、リョーマ。ああ、それで最後の方はどうだった？俺が予想した通りだったぜ。例のフォトグラフを見せた途端食いついてきやがった。あとはカツラがこの話に乗ってくれるかどうかにかかってる。確かカツラについては東堂が生松の店へ向かってたはずだ。そろそろ戻ってきてもいい頃だが。怪しいな。その店行くぞ、龍馬。わかった。なんだ。That's not a good sound. What the? 東堂。介護の件、桂さんは来ると、生松さんから。東堂、何があったんだ。武田さんに見られちゃって。医者を呼んでくれ。はい。そんなことより、早く武田さんの口を塞がねえと。そうはいかない。今はお前の治療の方が先決だ。中岡。あんたはすぐに新選組に行って土方だ。急いで武田さんが伊藤さんに報告する前に止めてください。出ないと俺近藤さんに合わせる顔が。東堂。武田さんは生松さんの店にいます。早く。わかった。だからもう喋んな。よかった、死ぬ前に伝えられて。何バカなこと言ってるんだ。しっかりしろ東堂。お龍、東堂を頼む。はい。中岡、俺は武田を追う。あんたは新選組に東堂のことを知らせてくれ。わかった。Oh, Toto. I should hurry to Ikumatsu's place. Head to Matsunoi. It's only up there. Okay. Oh yeah, of course it's up there. Oh god, there's blood everywhere.That's not good. Implies he's stopped in certain different spots all over the place. Watch it, mate. Ow! Give me a second to switch stances. Gonna regret that, mate.I should actually check my abilities as well, though, because. Yeah, sure, I can't get any more style XP or anything like that. Sticking with that style at this point. I have got a few. No, did I not get a training orb? Oh, I was hoping I got another training orb somewhere along the line so I could just get that little bit further. How close am I on building up Brawler, though? What's my virtue? That's some. 12k? Right, anyway, follow the blood trail. Oh dear. Takeda. Oh.
誰が来るかと思うとる。お前とはな、てっきり平助が土方のとこ行くと思うとったが。何をしている。伊藤のところへ向かったんじゃないのか。安心せえ。平助がお前らの患者やったっちゅうことはわしの胸にしまっとく。それより一緒に酒でも飲めんか。どういうつもりだ。取引したんや、あんたらと。なんだと。伊藤藩は泥船。この前とわしも五両英治も坂本龍馬に栄養に利用されてしまいや。ならいっそ長州にでも雇ってもらった方がええや思うてな。長州だと。お前らカズラとつながりあるみたいやねえか。わしと五番隊の連中面倒見てもらえるよう取り継いでもらえへんやろか。武田、お前、それとも平助みたいにここでわしにもてあそばれるだけもてあそばれて捨てられるか、好きな方を選べや。やっぱ女子の汗は口に合わん。相手するが平助みたいな若い男に限るわ。Well. お前がゲスでよかった。うん。口封じのためじゃない。何の躊躇もなく、お前を殺すことができる。やる気なんか。答えるまでもね。そうか、残念や。こないなところではあるほどの男殺しとはないやけどな。あの井上源三郎を殺した中へ坂本龍馬って男にもろたのよ。なんだと。自動装填式大口径弾、最新の軍拡兵器の前じゃ剣術など意味がない。それを証明したるわ。そうか、ならその銃も仇の一つというわけだな。一瞬や。勝負は一瞬で決まる。死ぬ覚悟はできとんな。いつでもいいぜ。来い。He's dual wielding. But I'm too nimble for him. Hopefully, anyway. Need to change my stance, as you can see straight off. Alright. Good, good, good. So I can still get a little dodgy, dodgy, dodgy in with him. Good, good.Ooh, even on the ground. Come on then, mate. Come on. Dodgy, dodgy. Gonna get those dodgy, dodgy spins. Look at him backflipping. He is nimble. Gonna get those dodgy, dodgies, spinny, spinnies in. Ooh, was doing well on the spinny, spinny, dodgy, dodgy.Lovely. Godly. Boom. Sit down, mate. Can't get behind him, so. Right in his knot.Not even facing the right direction.
たまらんな。おら、おら、いや、おら。Here it comes. たまらんな。Come on. Good, good. Finish him off. Oh, so close. So, so, so. He hit me, but I have a reflect like 3% damage or whatever it was. I can't remember the percentage. And that was enough to finish him off. Oh dear. Why have you brought him here? What's the point? What are you doing? What are you doing? Todo Heisuke is here. He was attacked by the Shinsen Group.武田官流祭と共に御領絵師として死んだことにする。なんだと？どういうことなんだ？それが平助の遺言や。平助は自分が新選組の患者やということを伊藤に悟られんようにするため、ここに遺体を運んでくれと。あいつは最後まで近藤さんから与えられた使命を守ったんや。もう後戻りはできひんね、はじめちゃん。起きた。坂本龍馬ははじめちゃんに譲ったろ。せやけど万が一あんたが兄弟に情が移ったりした時は、躊躇なくわしが二人の坂本龍馬を斬る。それでええな。ああ、明日の夜全てに決着をつける。坂本龍馬の歴史は大宮で終わらせる。絶対